ボニーズショータイム。What's up? 本日もやってまいりました。ボニーのショータイム。今回はボニーの韓国料理を食べている姿を見ながら英語フレーズを学んでいきましょう。それではまずは、Cheers! Okay. 韓国料理といえばサムギョプサルですよね。サムギョプサルは英語で言ってもサムギョプサルです。総称するなら Korean Barbecue と言います。では食べる前にね、手を消毒しましょう。Let's sanitize hands before we eat. これね、消毒液が傷跡に入ったみたいですね。めちゃめちゃ痛かったです。サニタイズ、これで消毒するって意味になります。消毒液は hand sanitizer ですね。はい、 It hurts so bad. Yes. はい、ここでボニーは髪の毛をくぐっています。 She's tying up her hair. Tie up、 これでくぐるっていう意味になります。ちなみに tie、 T-I-E に ing をつけると T-Y-I-N-G に変化するのでお気をつけください。一番最初に見ましたが、今回は友達と韓国料理を食べました。She had Korean food with an old friend of hers. 20年知ってる仲なので、We've known each other for almost 20 years っていうふうに言います。Old friend、これは年の取った友達っていうよりかは、昔から知っている友達って意味です。ちなみにですが、今回の料理はボニーがすべて作りました。イエイ！ Bonnie made all the food. She prepared all the food. っていうふうにね、準備しました。作ったっていう言い方ができます。結構ボニー大きな口をして食べるので、食べてる時獣みたいに食べるねって言われたことがあります。そのぐらい大胆に食べます。 She eats really well。 褒め言葉と思ってます。 I take that as a compliment。 ちなみにボニーはですね、お酒を全く飲まないんですけど、小さい頃からワイングラスが好きでジュースを入れて飲んでたっていう話をしたらね、友達が買ってくってくれました。お酒を飲まない人は I don't drink、 アレルギーなので飲めない人は I can't drink っていう風にね、使い分けをしましょう。もうお気づきかもしれませんが、グラスの中に入っているのはアップルジュースでした。It's actually apple juice! さてさて、ボニーは今何をしているでしょうか？ What is she doing? ボニーは今友達と喋っています。She's talking with her friend. もしくは She is chatting with her friend. チャット、トーク、どちらでも OK です。はい、ずっと食べ続けた結果ね、もう本当結構お腹いっぱいになってるみたいです。She is full. めちゃめちゃお腹いっぱいでした。お腹いっぱいですって言いたいときは I'm full。お腹がはち切れそうなくらい食べた場合はですね、 My stomach is about to explode って言ってもいいですね。私がよく言う言葉なんですけれども、たまに笑ってくれます。自分で見てて思ったんですけど、表情が非常に豊かやなと思って。で、顔ってフェイス、じゃあ表情は Facial expression っていう風に言います。まあ、今はね、外で食べに行くことがあまりなくなったので、家でこうやってできることはね、すごく楽しいことですよね。今すごく楽しんでます。 She is having a great time。 ここの great のところを good に変えてもいいですし、 wonderful、 beautiful、 fun、 何でもいいのでね、思いついたやつ全部使っていきましょう。一つの文章にね、とらわれずにね、いろんなパターンを使ってレパートリーをどん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 増やしていきましょう。これいっぱい残ってますよね。残り物は英語で leftover です。この leftover は次の日にしっかり全部食べました。はい、 Thank you for watching and いいねとチャンネル登録もお願いいたします。 See you in the next video. Bye bye.